ダイアログフォーピープルの佐藤です。よろしくお願いいたします。毎年9月1日に墨田区の横浜町公園で行われる関東大震災で虐殺された朝鮮人犠牲者を追悼する式典には、歴代の東京都知事が追悼文を寄せていました。ところが小池百合子都知事は2017年からそれを取りやめています。小池氏は大きな災害で犠牲になられた方、それに続いてさまざまな事情で犠牲になられた方、すべての方々に対しての慰霊という気持ちに変わりはないなどと述べていますが、こと差別、そしてそれに起因する虐殺という事実を考えたときに、公権力によるデマや構造的差別について触れることすらしないということは、むしろ差別を肯定、扇動するメッセージを社会に発信してしまっています。こうした感染差別に対し、ヘイトスピーチ許さないを掲げる法務省法務大臣として、東京都、そして小池都知事に対し何かしらの指摘勧告などを行う予定はございますでしょうか。せっかくの佐藤さんのご質問であるんですけど、個別のですね、言動の一つ一つについて、それが差別と言えるかどうかをですね、これまで法務大臣がコメントをするということは差し控えたいなというふうに思っています。それではその他の質問をお願いします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。